りする先人の不信感が逆の吐け蝶脈を刺してちゃって病弱な胃が飛び出すもんで鉄板デザインも今日も気に変えてしまいました。ノンフィクションと理科は好きですが国語科ともだってできないでした。私の学校理科悩んでいりゃどれも不正解という味でした。本日の宿題は無個性な僕のこと過不足ない不自由ない最近に生きていて手戻しで僕たちは時々に嫌な味悲しいで言うんだ寂しいで言うんだ黒板のこんな感じが読めますか。あの子の心象は読めますか。その心力染めたのはおい誰なんだよおい誰なんだよ。そんなバンドこんな時期が解けますか。あのこんな首の輪も解けますか。僕たちこのまんまでいいんですか。おいどうすんだよまだだっていいよ。僕たちは存在なさゆみに置いていてどうしようもないぐらいの曲をずっと書まっていたんだ。昨日の宿題は早川は止めないや過不足ない不自由ない最近に生きていて手戻して僕たちの胸元の塊は携帯で言うんだ芝居で言うんだ黒板のこんな感じが読めますか。あの子の心象は読めますか。その心の染めたのはおい誰なんだよおい誰なんだよ。そんなバンドこんな時期が解けますか。あのこんな首の輪も解けますか。僕たちこのまんまでいいんですか。おいどうすんだよおいどうすんだよ。手続きの公式言えますか。子供のこの夢は言えますか。その夢すら飛ぶに捨てたのはおい誰なんだよ。もしてたのいつになら大人になれますか。そもそも大人とは一体全体なんですか。どんな感じ伺えばいいんですか。おいどうすんだよおいどうすんだよ。剣道せればそんな同じスタール要するに責任を作って出す頭何て言ってもバクバク問い直わなとてちぬぐらのいつか飛びそんなバンドこんな時期が解けますか。あのこんな首の輪も解けますか。そこたちこんなまんまでいいんですか。おいどうすんだよまだだけ